ガブリエレ・サンティには、イタリア出身の指揮者、ペルージャの生まれ、地元とボローニャの音楽院で学び、1906年に、ローマのコスタンチ劇場で指揮者デビューを果たした。その後、アルトゥーロ・トスカニーニや、ジノ・マリヌッチラのアシスタントを務め、テアトロ・コロンやニューヨークのマンハッタン歌劇団等で、指揮をした。1925年から1929年まで、 トスカニーニ式家のスカラザで副指揮者を務め、1929年からローマ歌劇場の指揮者となった。1944年には同歌劇場の音楽監督に昇格し、1947年まで在任した。その後もローマ歌劇場を中心に指揮活動を展開し、1960年からはスカラザにもたびたび登板した。新作オペラの上演にも、 積極的に取り組み、その中には、ジャンカルロメノッティのアメリア部等会に行く、フランコ・アルファーノの医師、アントニオ、ダリウス・ミオのクリストフォロ・コロンボなどがある。ローマで、ジャコモ・プッチーニのトスカを録音中に倒れ、そのまま亡くなった。サンティーニ・ディエス・イン・ローマ、ビルボード76、ニール・セン・ビジネス・メディア、インク、ノーベンバー28、1964、P50。 ありがとうございます。